Hello. this is Hiroshi Hayashi, Hamamatsuri, Japan. The further or the more I have examined Saladi Kaipasa in Chile, uh, the more I've got convinced that uh, Saladi Kaipasa is a homeland for aliens. This is a story about it, and i show you several facts about that um, very strange mountain. In Japanese, Hodo. サラデコイパサはエイリアンの故郷であることが分かってきましたさらなる証拠を添えて皆さんにそれをお伝えいたしますご存知アタカマジャイアントですねまあポコンとこうした丘があるわけですけどもこの丘の中腹に全長80メートルにわたる世界最大の地上絵がありますこのアタカマジャイアントは あとでも言いますけどもまっすぐとギザのピラミッドを向いています反対にギザのピラミッドからセナンバー2のピラミッドから線を引いてくれると分かりますそしてこれがサンサの大食材と呼ばれているものですこれはペルーのやはりペルーですけどもあのこのやはり丘の上にですねこうした絵が描かれているわけですお祭りのためだとか何とかって説明してらっしゃいますけどもちょっとそれは待ってください これは明らかにロードサインですね。また、アタカモノジャイアントもロードサインですね。じゃあ、どこを向いてるかということなん,なんですね、問題は。で、まあ、ちょっとその前にいろいろ検証していますけども、双方とも丘の斜面に書かれているということなんですね。まあ、これはあの要するに、空を飛ぶです、ね、エリアにとって見やすい角度、見やすい位置に書かれているということなんです。 では私のライン理論によって説明しましょう。これがアタカマのジャイアントです。中、え、央、ー、に見えますね。今言いましたように、この赤い線はあギザのピラミッドナンバー2から引いてきた線です。これは寸部のクリームなくアタカマのジャイアントを縦に、えー、割ります。要するにこの橙々オレンジ色の線はですね、えー、ギザのピラミッドを指しているということなんですが、これはギザのピラミッドを本当に指しているでしょうか そんな必要はないわけですね。近くにナスカがありますから。ではサンサの大食台はどうでしょうか。まず上と下をつないでいます。これはあの繋い方によってほんのわずかですけどもずれたりしますが、ちょっと曲がってますので、あの写真そのものはずれているんですけどね。あの南極を指します。南極を指すためにサンサの大食台なんか書くでしょうか。 皆さん自身の問題として書いてください。これは標識なんですね。そして角のところに点を取ります。これはブライス・インタグリオスと同じ手法ですね。そして点々をつなぎますと126.91。これはね、私も驚いたんですけども、これ正確に取ってみたら126.91という数字が出てきたんですね。それで私、あの何の先入感もなく129.6.91で線を引いてみたんです。どこ行くかなと思いましたら。そしたら、ここで線が。 日本の線が重なるんですね赤い線がアタカマとギザーをつなぐ線そして黄色い線が三サ々サの大食台から129.61ですかで引いた線ですそしてその交点のところにサラデコイパサがこれは驚きました私もあの本当にあの寸分のクレームがここ,ここで交わったんです ということは、このサラデコイパーあの、温まるジャイアントも、それからサンサンと大食材も、サラデコイパーサを示しているということなんです。その後天にサラデコイパーサがあるということなんですね。で、ここでですね、もう一つの事実を皆さんにお知らせします。ここにチーザーありますね。チーザーの落書きと言われているものです。ジオ・グリフォル・ディザーチー・チーザ,ーチーザーっていうんですね。 ジオグリフは確かに落書きのように見えるんです。これはあの石を並べてあの集めて描いたんですよ。そしてこの線がですね、コイパサから来た線なんです。その中でも二重線に囲まれたあ人間が一人いますね。二重線あの。大線量も二重線に囲まれていますから重要だという意味です。さあ、ここでナスカリ論をで調べています。この黄色い線は今、あのコイパサから引いてきた線なんですよ。そしてこのコイパサからの線は頂戴でというか、 長い,長い線ではっきりと線,線が残っています。この今の点からのールが、ここから上はです、ね、ち,ょっとあのちょっとここでカクンと曲がっていますのでこの木、ここの点からあの途中からになりますけど、この線はもっと長いんですけど、ねあの、もう一度やってみますからよく見てください。あのこれもあの全くクリンなくこの直線がです、ね、こういうパターンを示していることを示します。 もう一度やっていますね。これが緯、ね、度、経度はここに示しておきますから、皆さん自身でご確認ください。こので、今度、サラデ・コイパーサーは何かということなんですよね。まあ、こうした塩田という,、まあ、てうか,とか、んていうか、わかりませんが、こ白い氷の海なのか、潮の海なのかわかりませんが、これがサラデ・コイパーサーです。まあ、実にそれらしい山であることは事実なんですけども、この山の特徴はですね、もう一つあるんですね。実は。 火星の環境と大変よく似ているということなんです。えー、火星火星映画のロケ地にも使われているそうです。そしてウィキペディアは次のように説明しています。3,000 3級メートル級の山岳地帯にあって、そして土壌は火星のそれとよく似ていると、えー。まだ雰囲気も似ているんでしょうね。で火星と環境似ているため火星の火星映画のねロケ地としても使われてると。スペースオデッセイやボイジボイジ,ボイジなんとかという連合も使われたと。 バイキング2、バイキング1、バン2のね、実験値としても使われたと。そしてここでですね、生命、これたバイキングがですね、生命を、その存在を感知できるかどうかというテストをこうでしたというわけですね。しかし、あの大変不思議なことに、あたかまでは生命の兆候は全くバイキングのテストではつかめなかったと。で、他にですね、例えば、あ 南極の乾いた谷間であるとかってことでも調べたんだそうですけどもアタカマのアタカマの方がまあなんていうか正確にそれを知らせたと,ということですね教えてくれたということです。Thank you very much for watching and see you next time. Bye. Hello, this is Hiroshi Hayashi, Hamamatsu, Japan. Line theory by Hiroshi Hayashi. Atacama g i a Here in this video, I will show you the what The line theory of Hiroshi Hayashi's is taking an example of Atacama Giant. This is a story about it in Japanese. 今日は Atacama Giant を例に挙げて Line theory を、Line 理,理,理論をですね、皆さんにはあのお伝えしたいと思います。まずギザから Atacama に線を引きます。 ギザの、まあ、いつも第二ピラミッドを取っていますけどもスフィンクスでも構いません。アタカマジャイアントです。えー、アタカマジャイアントとはグーグルでアタカマジャイアントと入れてくださればすぐ見つかります。で、ここにアタカマジャイアントがあるんですね。で、これは何のためになるかというと当然、まあ、道路標識ということになるわけですね。遺跡でもありません。えー、ただの地上絵です。それが最大の地上,地上絵なんですね。 度はここに示しておきましたけれども、この黄色い線が今ギザから引いてきた線ですけれども、まっすぐとアタカマジャイアントを横切ります。すなわちアタカマジャイアントはまっすぐとギザを示しているということなんですね。じゃあこれはギザを示しているかというとそうではありません。そのことはやがてわかります。アタカマの周辺を見てみましょう。まあ、はっきり言えばエイリアントってね、無駄なことはしないということです。これがアタカマジャイアントです。でさあこれがサラーデ・コイパーサーです。 これがプーマプンクですね。ティファチワナクニチブですね。で、これがラインピクチャージ、チザーのライン、あの地上絵ですで。ナスカで今度は調べてみましょう。これはアタカマジャイアントから引いてきた線です。黄色い線です。ただ非常に分かりにくいです。あの分かりにくいということはあの、この辺はあのいわゆる流れた跡が、ね、水でぼやぼやになったといいますか、洪水かなんかでね。ですから風化しているという感じですね。まあ、しかしあります。 もう一度やってみましょう。非常にあの、何て言いますか、古い線だということですよね。いわゆる古くから使われて、何本も引き直されてますからね、ここは。次に小イパサから引いてみます。この小イパサの頂点からですね、左上の方に引いていきます。黄色い線がそうですね。で、これは長大、長い線ですと。とても大変長い線です。 ほんのわずかだけはエラーが出るんですけどもねあのさ先の3カ所はこれから示す1カ所もプーマムクも含めてわずかなエラーが出ますしかし麗なあなラインであることは間違いないですね今度はプーマプンクから引いてみますティワナクですこれはあの非常に異様な壊れ方してるんですね あの吹き飛んでるんででるすね岩があのそういった壊れ方が巨大なあの都市があったんですけどもねこれがあのプーマプンクからのラインです。あのこれはね,あの車,ね車のですから車の渡しと見分けるの難しいんですけど最後の付け根のところであのここにラインがあったことが分かります。今それをお見せしますがこの線の先を見てくださいね一番左の方です。 車の輪立ちもありますが上を踏んづけられたあとありますけども、線がありますねこうしてまあ,ならあの並んだわけですけども今度はあたかマのジャイアントに戻ってみますこれがあたかマのジャイアント巨人ですね先ほど言いましたようにこのあたかまジャイアントはまっすぐとギザを向いていますそしてここに3点がありますねこれがあのエイリアンのや,あのやり方なんですね丸を丸だけじゃ分かんないですから何かしらこう別の絵を描いてその それを区別するわけですね。この線はですね、プーマプンクから引いてきた線です。両面をつなぎますとプーマプングです。ですからほぼ直角にあるということなんですよね。もう一つあの奇妙な奇妙というか面白い事実を教えしましょう。あたかマにもあの滑走路があるんですよ。ナスカと同じ。ですからナスカの滑走路を作った人がここを作ったということになるわけですよね。 もちろん人間じゃありません。距離は2 5 0ルです。まあ、アタカマジャイアントよ見られましたら、ここの滑走路もぜひ見てください。この白い線はですね、あの、テュア,テュアディワーカンから、メキシコのテュアディワーカンから引いてきた線です。まっすぐとこのランウェイを横切っているのがわかりますね。これは、あの、ナスカ、林浦市のナスカリ論のところで説明しました。さあ、検証してみましょう。これがアタカマジャイアントです。サラデコイパーサーですね。 チーザーですね、差しあの石で書いた地上絵のところです。そして距離、角度を測ってみます。とここで89.37という数字が出てくるんですね。サラデコイッパーさんがちょっとあの範囲が広いもんですから、まあ、ほぼ90度とみます。今度はプーマープンクですね。プーマープンクはもともと広いんですよ。今はほんの一部しか残っていませんけれども。 あの広いんですよですからあのエラーは当然多少出るんですけどねこうった都市もともと都市の遺跡をつなぐ時はどうしてもエラーが出ます。点字はありませんのでね広い広い場所の一部ということですからですからまあそれも計算に入れるわけですよねだからっごまかすっことは意味じゃないですよ正確に出しておきますから。 90.84。90. まあ、91度ですね。まあ、90度と見るわけですね。ですから、ここにたつの直角三角形ができるんですけども、まあ、掃形かなと思って調べてみたんですけども、どうも相似形ではないんですよねあの。直角三角形であることは間違い、ほぼ直角三角形であることは間違いありません。1度前後のプラスマイナス1度のエラーはあります。これさ、反転しています。こうして並べてみますと、このようになるわけですね。で、距離をですね、まあ、あの、 ここ,ここで別にあの掃除機を出すことそのものはその意味がないんですけど、一応調べてみましたけども、1.69と1.86ですから、まあ、エラーの範囲を超えてますね。で、アタカマのジャイアント言いました。じゃあなぜ私がここに立ってるかわかるかいって皆さんわかりますかなぜこんなところにエイリアンは標識を作ったかですね。理由は簡単なんです。さっき一番冒頭でギザからアタカマのジャイアント引きましたね。 逆に言いますと、アテカマルジャイアントはギザの方を向いているということになりますけれども、ギザなんかこんなところで示す必要はないわけですよね。すなわちここに、ここにコイパーサさんがあるからなんです。このコイパーサさんの謎,謎につきましては、この続くビデオの中で古いビデオですけれどもあの、皆さんにお見せしますからどうかご覧ください。Please watch the following video for further details of Mount k o i p a s r t h a n k you very much for watching. See you next time. Bye! Hello, this is Hiroshi Hayashi, Hamama City, Japan. It's my great pleasure that I can introduce you as the Aliens' homeland. This is uh, just uh, simply a matter of you, whether you believe in me or not, but I don't care if you don't believe in me. And this is Atacama Giant, or my name is uh, Atacama Giant. I'd like to talk about my homeland, he says. Okay, this red line comes from uh, Giza, Egypt, straight, directly from uh, Giza. This red line uh, passes over through uh, this Atacama Giant, and this uh, line from the left top is from uh, Puma Punku, uh, uh, Tiwanaku, and here is a map of around here. I show you this fact. This is a line from uh, Westport. At angle of just 45.00 degrees, the line just comes to near to Atacama Giant, and this line comes from Giza. Red line show that line from Giza directly, and this is Nazca, and uh, this is a Puma Punku, Tiwanaku Puma Punku, and the angle between here uh, 90 degrees, 90 degrees, just 90 degrees, and. Uh, Atacama giant, is here, right? And uh, these are facts. Uh, then why don't you accept these fact? I show the evidence. This is a Giza, Atacama. And I draw a line from a Giza to Atacama straight. And the line comes up here at the head of the Atacama Giant. And watch, watch here very carefully, right? The line comes from Nogiza, and this line comes from uh, up here, and this is uh, Atacama Giant. The line really, really uh, passes over the Atacama Giant straight. Why don't you accept me? He says. Just near the Atacama Giant, there's another line pictures about uh, 330 meters away. Line from Teotihuacan, Have a look at this watch here. Okay, the line passes over here this uh, runway. Just uh, you, uh, as a like a uh, 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 right? This is a uh, runway, and near. Atacama giant chili, not in Peru, not in Nazca. And have a look at this again, right? And and I will show another fact. Okay, my homeland. Okay, I'll show you my homeland. This is Nazca in Peru. Have a look at this yellow line from somewhere near Atacama. And the line, we can find the line here in Nazca, again, this is very important. Uh, that means this line indicate the direction to the somewhere or to somewhere which is very important for them or for human beings, both. The again, okay, you make sure yourself that this line is very important and this line is uh somewhere and it's going to lie here in nazca okay again and again so i have repeated many many times like this but still many people don't believe in me right Hello uh, my, uh, my name is Atacama giant I line from somewhere is in Nazca somewhere which is very important for us. you will know the somewhere is what we, where is the somewhere is very soon. then before that please accept me he says okay I will show you one more fact have a look at this blue line right the blue line from the left top, uh, crosses uh, over me at the angle of just 45.0 degrees very sharply 45.0 degrees and this line comes from uh, Puma Punku Puma Punku okay Puma Punku to Anaku and Nazca also Puma Punku has got a, a line in Nazca and the, be the angle between them is ninety point seven eight that's about just nine degrees and it is within the error of mistake and also Pumapunku has got a line in Nazca I'll show you says he this is Nazca again this line comes from Pumapunku to Anaku have a look and watch here very carefully watch here very carefully and the line come okay you can find the line in Nazca again 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 I'll repeat it again Bef until you accept me and you act until you believe in me, right? Again. Again, I draw a line on the line in Nascar. Again. This is a line from Puma Punk, uh, Tiwanaku. Again. And again and again. Until you accept me. Or, why don't you accept me now? Eh? now? Because many people say, that, or most of you do not accept me, or say, she. these are just coincidences, coincidence, coincidence, so many times. And so, how many times should I repeat these facts to tell you? this fact again and again and again and again, right bef until you accept me. or you should accept me before it's get too late, i mean. Uh, if you don't accept us, we can't accept us. accept you, said atakama giant. at the end of the story, where i am standing here, right? because i am a road sign to my home as well as to giza, egypt. okay do you know why i am here this is a mystery right but i'll show you why i am here look at this map again right and this uh, green line comes from uh Pole, and red line comes from nazca and white line from uh pumpunk and your line from nazca and have a look at it here right cross point here this is my homeland on the uh, on earth on the earth okay and you will know what it is at this crossing point. okay, before that, uh, this homeland is very important, as i told you. this is the somewhere, again, right? my home, my home, and uh, on earth has got a line, as i showed you. this is a somewhere, right? right? again? and again? again? Again, now, are you satisfied? Okay. Now, this is a somewhere. This is a somewhere. Okay. Here. Atacama is here. Line from Atacama together. And here is our uh, highest uh, uh, mountain around here. Here This is my homeland. Though I don't care if you don't believe in me, says the giant. This is a mountain. Where I live, says he. Okay? Beautiful mountain. So, I Takama's giant said, "It's a matter of you whether you believe in me or not. Though I don't care, you don't believe in me." And at this end of the video, I'd like to tell you about my homeland, real homeland. Wikipedia says as follows. The thought has been like compared to that of Mars. Did you know this? For filming Mars scenes, oh yeah. And also, it says about Mars Mars like soils in Atacama, Chile, and dry land, something, something. And Mars landers to detect life, right? And also, it says Mars like Earth's environment, and found that they missed present signs of life in soils, samples from Atacama and tag dry valleys, atacama desert, something like that. so atacama jan says, i like this place very much because it looks like my homeland on mars. i don't care if you don't believe in me, says he. this is atacama. beautiful land. mars-like land, i believe. beautiful land. see you again bye and please enjoy number 171 hello this is hiroshi hayashi Hamama city japan today i would like to talk about uh, gigante di atacama or gi uh, giant in atacama this is a mystery but uh, i will show you that uh, in this video that uh, atacama uh, gigante di At atacama was really created by aliens with evidence uh, before you think about uh, me uh, to be uh, insane, but uh, have, please give me four, uh, four minutes uh, to understand, uh, and you will know the fact too. This is a, a point where the Atacama uh, giant is here, right? Atacama giant is here, uh, and uh, just beside the Atacama giant no one knows or uh, a few people know, that there are another line pictures about 330 meters away from this uh, atacama giant. okay. Uh, gigante de atacama is here. and about 330 meters away from that, here you can see another line pictures. okay. have a look at this uh, here. another line pictures here just near the atacama giant. And uh, here you can see uh, uh, you can see uh, many lines and uh, pictures. And here is an animal here. But this time this is not so much important. And the lines here. But among them, this line is the most important one. Okay, have a look at this line. And this, you can see the similar uh, sort of a runway in Nazca. This is in Nazca. This is Nazca, right? And compare uh, the line in, of uh, Atacama with the line in Nazca. Uh, this is the line in Ch uh, Chile, line picture, and this is a line in Peru runway of uh, Nazca in Peru. They are very similar. And this is a runway in Nazca. So this is the starting point, and this is the ending point. Why the starting point is narrower and the ending point is wider? This is the reason why. Ending point is here, and uh, then you, uh, the alien can, uh, can see the line straight uh, with the same width. Then have a look at this line very carefully. This is a very important, and this is the evidence. Okay, I can show you today. Okay, have a look at the line again, right? Very carefully, very carefully, please. Again, and okay, have a look at this uh, line in Atacama, right? And yellow line, have a look at this yellow line, please. Okay, very straight, very accurately. Okay, now I, I'm sure you want to know where this line will go. I'll show you, and this is the evidence that. Gigante di Atacama was created by aliens ok 322.42 two angles ok, have a look at this yellow line here, it comes now you know where the line comes to this is a this is a point, right have a look yes we have come to Teotihuacan, Mexico the uh, international hub airport for ancient pilot okay now this is the evidence that uh, the stupid people say that they are created by maya or incas that is stupid thank you very much for watching and see you again next time on video number 172 bye hello this is hiroshi hayashi hamama city japan this is a japanese Language version So excuse me to speak in Japanese 皆さんこんにちは今日はアタカマの巨人がエイリアンによって書かれたという証拠をお見せいたします、えー、私のことがおかしいと思う前にどうか4分だけ時間をくださいあなたもそれに納得するでしょう、えー、Gigante di Atacama アタカマの巨人というのはここにありますチリですねで、この図形についてですねインカ人が書いただとかそういうふうにバカなことを言ってる人が多いですがとんでもないことですこれがアタカマの巨人ですこのアタカマの巨人のすぐ近くにもう一つラインピクチャーがあることほとんど知られておりません 現地の人は知ってるかもしれませんけども全く知られておりません。約330メートル離れたところにあるんですね。まさに近距離です。アメリカのブライスの巨人もそうですが近くに動物根が書いてあります。このアタカマの巨人にも動物根が書いてあるんですね。ちょっと明度を上げています。左の下の方です。真ん中辺ですかね。こここでです。すよく見るとこれは動物猫ですね。しかし、か まあ他にもラインピクチャーズ線がいっぱい書いてありますが、その中でも特にこの線が重要なんです。これがエイリアンが書いたという証拠なんです。あたかまの巨人はエイリアンによって書かれたという証拠なんです。これはナスカの線、地上の線ですね。この絵と比べてみてください。同じだからというわけじゃないんですよ。ナスカの地上、これは線は明らかにあの滑走路なんですけども。 ね、あの出発点が細くて出口が太くなってますね。下がが細くくてて上が太くなってますねこうすることによってですね、まあ、あのこれを滑走路として利用するエイリアンたちはですねなぜならば先の方が太くなってますからあのなてますか近くから見ますとあのちょうど道路標識のようにですね遠くと近くが同じ幅に見えるわけです。 ですから、出発点が細くて出口が太いわけです。これでは、このあたかまの方はどうでしょうよく見てください。いいですかここを注意。このちょ黄色い直線と重なりましたね。もう一回見ます。よーく見てください。これ非常に重要なところです。もう少し倍率を上げてみます。よく見てください。いいですかこの真ん中のところにちょんとした黒い点があるところが、あの、まあ、なんて言いますか、一つの目印なんですね。もう一度やります。 あの、ここに、あの、お考あるもんですか、線が途中で消えますが。ここなんですね。これが証拠なんです。では、皆さんはこの線がどこ行くか、お知りになりたいと思います。では、この線を先へ伸ばしています。まあ、実際には、あの、逆に引いて、おいたわけですけども、三百二十二点四二という。機種角でいきます。間違いありませんから、これは、あの、逆に引いても同じことになります。それで、どん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 引いていきます。 するとですね。322.42の岸角で行きます。と、なんとメキシコのテオティワカン。国際ハブ空港ですね。古代の国際ハブ空港へとやってくるんです。これが証拠です。これがマヤ人が書いただとか作っただとか、一方でインカ人が作っただとか、そういうことを言ってる方がもう馬鹿げてますね。その距離は数千キロあるわけですから。 その方向を正確にあたかもの巨人は示しているということです。